アサンテマン赤線内が19世紀のアシャンティの領域アシャンティのヤムサイは1670年から1902年まで現在のガーナ内陸部にあった王国。アシャンティ連合、アシャンティ帝国とも首都はマ市。奴隷貿易により繁栄するがイギリスとの4時にわたるアングロアシャンティ戦争の結果、イギリスに併合された。その後、植民地政府の許可の下、 アシャンティ王が熊市に帰還し、アシャンティ王国は、ガーナ独立後の現在も、ガーナ共和国政府が認める正式な立憲君主制王国として、ガーナ共和国内に存在している。詳細は、ガーナの歴史を、参照17世紀、ガーナ南部内陸部の森林地帯に居住する、アシャンティ人の都市国家熊市の王、オセエトゥトゥが建国。王子時代、彼は、 隣国アクアム王国で、統治技術を学び、即位後は、近隣部族と連合し、ボノマンソやデンキーラといった諸国を破って、アシャンティ人の統一国家となった。当時は交易ルートの転換期で、北のサハラ交易から南のヨーロッパ人との奴隷貿易へとこの地の経済構造が変化してきていた。その流れに乗り、海岸部のエルミナトリデアアクラにいる。 ヨーロッパ人への奴隷貿易で力をつけた。アシャンティ連合はもともと軍事的な連合であったが、結合が深くなるに従い、王権の象徴、黄金の将棋のもとに団結する、宗教的な連合の色彩も帯びてくるようになった。この将棋は、オセイトゥトゥが、アクアムから招いた、最主張、アコムホアノキーが、天から呼び下ろし、アシャンティの民に授けたとされ、アシャンティ人のソレイが宿るとされた。 そして国王は、祖先の力の象徴たる黄金の将棋を保持することで、王たる力を持つとされた。黄金の将棋への崇敬は、強固に根を下ろし、アシャンティの国旗の中央にも、黄金の将棋が描かれた。1900年、イギリスが続国化したアシャンティに、黄金の将棋を要求したことが、アシャンティ滅亡の引き金となった。王位継承は完全な母系で、勢は、 王が行うものの、王位継承権は母から娘へと受け継がれ王位継承権者の婿などが王に即位する体制だった。国王は統治権を持っていたものの、長老会議が存在して助言の役割を果たし、また青年集団の代表が長老会議に必ず参加し人民の声を聴する体制であり王権は制限されていた。王母は強い権威を持ち、 王が退位した場合に次の国王を選出する権限を持っていた。詳細は、イギリス・アシャンティ戦争を参照海岸部のイギリス人とアシャンティ商人とのアングロ・アシャンティ戦争は、1824年に第一次が勃発し、攻撃によって手に入れたヨーロッパ製の重火器により、第二次、第三次と続けたが、最後の第四次でアシャンティは独立を失い、 国王プレンペイ一世はセーシェルへと流された。国王不在のアシャンティはイギリスの俗国となったが、1900年、イギリスのホジソン総督が黄金の将棋をアシャンティに要求。結果、王大号を中心としてアシャンティ全土でイギリスへの大反乱が起こり、1901年にイギリスに併合され、イギリス領ゴールドコーストの一部となった。その後、アシャンティ王は、 植民地政府の許可の下、熊市に帰還した。ガーナ独立後の現在、アシャンティ王国は、ガーナ憲法によって、ガーナ共和国内の立憲君主制王国として、承認されている。アシャンティ王国の王もガーナ憲法によって、正式な王位を認められており、国家元首である大統領以上の権力を持っているとも言われている。ありがとうございます。